こんばんは。今日はね、面白配信をしようっていうことで、面白友達、でも私面白友達がたくさんいるんですけど、面白友達の中で一番いいかな、悪いって有名な人がいて、いますね、その人が。まあ、後で呼ぶんですが、あ、ちょっと映っちゃった。面白くない瞬間が一瞬もないっていう配信がしたくて、今回は。だから本当に、この瞬間ちょっと面白くないかなって視聴者が思ってる時間、全部フリです。先に解きます。全部フリなんで。っていう配信を、今からします。どうもこんばんは。面白くない時間1ミリもあっちゃダメなんだから。なんなんそれマジで、どういう意味？本当はさ、女子なんですよ。なんかみんな男扱いしててかわいそうだなっていう繊細な女子。本当の名前なんでしたっけ？まあ、トメ。トメさん何歳の？78。トメが俺の心の中におる繊細なっていう設定がある。あ、設定？設定、俺設定よこれは。え、私は本当ですけどね。あ、そうなんや、うん、何がおるん？私は黒人のマッチョ160cm、 黒人の160cm のマッチョ、うん、名前は？ボーイBOY でボーイね。マジで？マイケル D ボーイ。マイケル D ボーイ、うん、D の石。なんで？なんで D の一族なの？キンバが8本だからキンバボーイって呼ばれてます、みんなからキンバボーイとか略してバボちゃんとか呼ばれることもあるんですよ。キンバボーイだ、キンバボーイ。食べるとき邪魔になるんで、まあさすがに前かなっていうことで、前4本と親知らずの位置に1234で8本入れてます。ここの親知らずのとこのキンバはちょっと削って銀歯入れてますね。贅沢やな。はい、自己肯定感なんか簡単に高めたい人とかいるかもしれないんですけど、あの金歯入れてください。そうすると自分の資産価値が上がって、自分の価値が認められないとかなくなるんで、前歯金歯にしてください。最近あのマジックができるようになって、私がこうやってやるから、この中でその覚えてた数字を頭の中に思い浮かべてもらって、それを私が当てます。いきます。思い浮かべましたか？覚えましたか？コメントしてもらわな。じゃあ言いますよ。当てます。ダイヤの9。全然違います。全然違います。でもおるよ、ダイヤの9って言ってる人。おらもう一回やります。いきます。当てますよ。すごいな。はい、じゃあ当てますよ。あなたが思い浮かべたカード、ダイヤの10です。ほらマジシャンに合わせるマジック、珍しい。え、これです。何がですか？これです。何がですか？腰痛み空港さん、320円ありがとうございます。デート動画のコネで外出ね、モラって言われたの気にしてますか？あー、私はまあそんなに、なんかあんまり自分がやれることをやっただけなんでそんな気にしてないですかね。俺はね、半日気にした。めっちゃ長い、ガチで気にした。ガチで気にして、毎回3分考えて、あれが俺の素というか、あれが俺の最大限のパフォーマンスやって思って気にせえへんようにしてたけど、また2分ぐらい経ったら、俺ってモラハラなんかなってなって、うん、でまた3分ぐらい考えて、いやいやあれは俺の最大限のパフォーマンスやったっていう風にして落ち着いてっていうのを。今面白くない。今全然面白くない。え、振ってます。振りです。え、あ、じゃあダメ。モノマネ教えてください。え突然？福山教えてください、まず。まず、ほんまの自分が出せる。福山。低い。この喉ぼとけあるやん。うん、喉ぼとけ。骨壺の時絶対残るやつ。そう、三角形の。喉ぼとけ。絶対言われるやつ。うん。これが喉ぼとけですっていうやつな。あるけど。やめてよ、葬式あるある。なんで仮装限定の葬式あるあるやってんの？低い声を出す。うん。まず。まず。まずね。まずね。ぼわ、わ、ぼわ。ボーイじゃない。わ、低い。朝日。スーパードライ。スーパードライ。あ、ええやん。で、ほんで、福山のすごいところは、スーパードライ。その、ボーとか、ザ・マンゾワイ。そう、ザ・マンゾワイと一緒。ザ・マンゾワイと一緒です。寿司ボーイ。寿司ボーイと一緒で、キッキッ。
キキ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 ンキン違うで鼻から息も出す。キンミンをキンミンをそんなんじゃないって。ほんまゴッつってじゃん。キンミンをに鼻から落ちた落ちたやつをここに持ってった。君をずっと幸せにに風をそっと風にな。風にな風にそっと歌うよ。あ、いい、うまい。うーやー違う。うーって鼻からも一緒に出すね。鼻と口から一緒に空気を出す。うーやーうーやーってこのあいわあいわあいわ今も愛のままで。あいうえおがあんねん。あいうえお。違う。そのあるんだよ。ちょ、聞いて。一回聞いて。福山。まあ。わかる？あ。福山のあが。福山。あ。いい。いい。う。う。ええ。おう。おう。あ。あ。う。いい。上言ってくださいって道端で言われてもでも実は福山はコミュ障やから、うん、言わない言わへんほんまは言わへん福山あそうなんだそうもうちょい簡単なのが、うん、山崎まさよしとか山崎まさよしとかはほんまに簡単で今はって今はもうモールモホーモホールモホと一緒モーじゃなくてモホーではなかうーうー今ファーやから今ファー今ファーひょーひょーじゃないモホーな今フゴカファイフゴファファイじゃなくて今ファーモホーうふごって感じですよヒロリビアさん320ありがとうございます2人のニコニコ顔に癒されますトワ君歌が上手ですねってイエーイ下手くそってことでえ ?For I need すごいできてるやん For I need ソシナソシナって言ってるやんえもしかしてこんにちはハノですハノちゃんですハノちゃん、うん、ハノちゃんじゃなくてハノちゃんあすごいハノチュール始めましたあすごい最近初めて YouTube やどうなんやろこれって似てんのかなまだ何やるか決めてないけどでもコラボとかはあんまりしないかも編集も自分で粗品とはコラボするかも粗品は好き気持ち悪いこんにちはハノです、うん、ハノは理系なんだけど、ハノは文系の人何もわかんないから頭悪いと思ってる。本当のことだから。お前が正しい根拠を言え。あ、すごい。いっぱい入れてくるやん。その心笑ってるね。全部嘘です。すいません。全部嘘です。今。ハノです。え、教えてください、ハノちゃんのやり方。あのちゃんは、どこが似てない今。あのちゃんって、だってもっと、あのです。みたいな、その、あのですって。あのです。あのです。あのちゃんは、すーん、す。やばい、そんな時ある？ある。みたいな時あるやん、あのちゃん。あのです。まずここに来てくださった皆さん。言わない。
ありがとう。今あのです。あのは、めっちゃ喋るこのあのちゃん。あのは、みんなのことが結構好き。で、でも、あのは、みんなには好かれてない。客観視できたから、あんまり自信ない。うん、でも、今日このライブに来てくれたみんなは、あのちゃんのことが、好きなんだよなこんにちは、ハノです。ハノって言ってんな、ずっと。今日は今日はダンカンとこの野郎していく今日は水道橋が玉袋していくドジナです。めっちゃこんにちは。めっちゃこんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。違う違う、あのちゃん違うよ。めっちゃこんにちは。全部やってる。はい、こんにちは。違う違う、角度が違うね、あのちゃん。めっちゃこんにちは。もうやだ、やだ。そうやな、じゃあもう後でな。後で。うん、後でまたやろう。GEN さん、800円ありがとうございます。ベテラン知識の真似希望です。ベテラン知識。ちゃうねんな、ちゃうねん。ベテランチ今日散歩してたんやけど、マクドがあってさ、マカロニサラダ頼んだ思ったら ABC のパスタやったやんけ。マカロニサラダじゃなくて ABC のパスタ頼んだ思ったやんけ。ちょっと待って、何それ、何してんの。ええ似てないっすか。似てない。え、やってください。青松さん何言うかな。でもよう言うのは、うん、何やろ。そんななる顔。そんななる。まずストレスえぐいって。いやいや、面白い時これすんねん。あ、青松さんって。あ、これってこと。あ、確かに。あー、うわーってやってエモい。エモい。これ言うな、最近。あ、本当だ。はのちゃんは粗品のこと好き？えぇ、ー、なんで欲しげんだよな。やるけど、やるけど。好き。うわ、かわいい。かわいい。なんでよ、なんでよ。ちょっとそっちなんかめっちゃ言う。ってやつやろ。そうそうそう。なんかそっちなんかめっちゃ言う。好き。あるけど。あるけどね。あるけど。やるけど。やるけど。ハノ、カッコベテランチ、カッコトアは、タブラカイ2のこと、どう思ってる？だから、ベテランチを真似しているトアが、ハノちゃんを真似しているってことですね。ああ、ベテランチが、ハノちゃんをやってる。ああ、オッケーオッケー。一旦ベテランチになればいいんやな。そう。ハノです。ハノです。ハノちゃんは、ハノちゃんのこと、うん、え、あんまり言いたくないんだけど、うん、いいよ言って。そんなことやる。キャンちゃん、なんだと思って。エモい。あのちゃんはキンボボーイのことどう思ってる？あの役すぎみたいな人が、うん、役すぎみたいな人。キングのこと言ってるやん。役すぎみたいなのに、うん、そう、割かんなとこが結構優しいって思う。なるほどな、うん、確かに。2番目に好き。え、1番は誰なん？分かってるくせに。そしな、しりとりしよう。しりとり？しょうもないやん、しりとり。ね、なんでやろうよ。なんでやりたいん、そんなに。楽しいじゃん。楽しいんやったらやるや。キモ食べ方。倫理。倫理。理解者。社。うん。社学。一橋の社学。口写し。しもべ。しもべ、うん、別世界。テーマ何それずっと。どういうこと。ゲームしようや、あのちゃん同士で。ある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 のあるあるしりとり。
あれ、あれ話しにとり、あれ話しにとりいいよ。絶対怒られる。あのです、絶対怒られる。あれ話マジで深夜に信じられないぐらいツイートされると思う。あのこの絵切り取りで出て。あれとり、あれあれ切り取り。あれとり、あれとりやります。やります。あのです。ハノです。あの私はハノちゃんだから別に真似してないです。私はあのちゃんです。逃げないんだ。もっと緩めるもの。あのちゃんです。私は緩める目のハノちゃんです。偽物なんやずっと。あれあれ死にたい。うん。リカリリンク切れがち。き。近道意外と遠いがち。またちだ、またち。中華サイト、中華サイト。中華サイト、なんでずっとインターネットなん。中華サイト、うん、うーん難しい。地球回りがち。ち力ってない方が言いがち。は？ち、またちだ。ちだよ。彫刻は掘ってるように見えて、中にある像を掘り出してる感覚でやりがち。ち、またちだね。チェーンは錆びがち。終わり。終わった。終わった。終わり。言っていいよ。粗品のあるある。え、粗品、ちから始まる粗品。ちから始まる粗品のあるある。聞きた。ち、うん、出た時舐めてくれる。ああ。エロ。エモい。エロい。エロい。エロい。ええー？衛生上良くないよ。普通に。マジやめな。る、留守電設定にしてる。え、ほら、女に大喜利負けてどうすんのって言われてますよ。お母さんじゃん。お母さんが言ってる。女に、もう女に、女に大喜利負けてどうすんの。あんた、瞬発力だけはあった方がいいんやから、早くて弱く行きなさい。大喜利ママ。大喜利ママ。松崎しげるはブルベだって。そや、黒部やろ。ブラベちゃん、あいつ。松崎しげるなんか何よりも強い、黒よりも強い黒やで彼は。物質として一番黒いと言われてるもん。松崎しげるを見て人が夜っていう概念を思いついたって言われてんねんで、ほんまに。右はキノコヘアより似合う髪型があるやって。へえー、いやそうやねんな。センターパートとか多分似合うねん。だ、なんか誰かに似てるよね。え、みんな誰かに似てるか分かりません？何者でもなくたって夢を描こう。どうもこんにちは、永瀬廉です。めっちゃ似てる。最近俺がやってる永瀬廉っていう。似てる。似てるよな、うん、永瀬廉。ヤクルト田口に似てるって言われる。おるけど。左の人アンダー桜に似てないだって。お、こんにちは。あれあれ、アンダー桜に似てる角度教えてください、マジで。それちゃん。これ？うん。もうちょい目を二個って。あ、いいやん。人生やり直しませんか。安藤サクラと、あ、ブラッシュアップライフの安藤サクラと。何者でもなくたって夢を描く。そう、僕らの時代だ、完全に。こんにちは。キング&プリンスの永瀬廉です。ごちゃごちゃだった絵もいつの日かきっと。FA ですかよ、さ。皆さんはじめまして。誰誰誰、黒柳徹子です。皆さんどうもはじめまして、黒柳徹子です。徹子の部屋第38回。ゲストはですね、安藤サクラさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。安藤サクラさんということで、ブラッシュアップライフリーでいっぱい出てくれてるということで、なんだか、そのブルーリボン賞がどうのこうのとか言ってましたけれども、それはどうなんですかね。まあでも人生の中もやり直したいと思ったので。中の人なんや。はい、で結構なんか何回も何回もやり直すことで、うんうん、人生の方はどんどんブラッシュアップしていくという、そういう話になってます。なるほどなるほど。これより徹子の部屋38回ということで、第38回のゲストはさくらさんでした。ありがとうございました。
史上最短史上最短の徹子の部屋ね、これ。セイキンとのコラボ楽しみです。セイキンとのコラボ、はい、どうも皆さんこんにちは、徹子の部屋第64回、今回のゲストですね、セイキンさんです。よろしくお願いします。はい、歌わせていただいております、セイキンです。はい、今回はですね、 YouTuber のセイキンさんがゲストということで、はい、皆さん一本動画を見てみたいですよね、はい、あのセイキンさんはあのヒカキンさんのお兄様ということで、そうですね、あのなんと名字が開発開発開発光る開発光る、ね、と開発世紀、あ、そうですね、ですよね、はい、開発世紀さんのことのご世紀っていう YouTube YouTube Focus USA UA、 はい、私テツコはですね、あの結構裏拍で乗るっていうのを心がけておりまして、あの表拍で乗るとですね、なんか音楽が単調に聞こえてしまうということで、裏拍で乗るように心がけております。はい、ということでですね、今回の黒柳テツコの部屋第64回のゲストは正規さんでした。ありがとうございました。どうもコムドットヤマトです。今日はテツコの部屋にやってきました。今日の企画はテツコの部屋。どうも皆さんこんにちは、黒柳徹子の部屋第、今回はですね、第76回ということでですね、小室さんの大和さんにいただき来ていただきまして、よろしくお願いします。どうも大和です。何ですか？ He say フラミンゴ、今喧嘩してんねん。そういうのがあるんですね。なんだか面白そう。私もあんまり YouTube とか見ないんですけれども、なんかネットの世界っていうのはですね、最近炎上というものが激しくなっておるみたいですね、はい、なんかコムドットのヤマトさんは最近炎上とかしたりしたんですか？はい、最近はですね、釣りでブラックバスを釣って、あら、いいじゃないか。それを別の川に流して、あの外来種を流したということで。なるほどなるほど、それはね、昔からよくやっていることなんですけれども、そうですね、琵琶湖がね、琵琶湖にね、たくさんブラックバスがいましてですね、それをですね、私はあの富士五湖までね、運ぶっていう仕事を昔よくやっておりました。それで生計を立てていた時期なんてね、あったりしてね、あのヒット10、あのベスト10のね、コロナを並行してやってたんですけれども、まあそういうと時もありましたね。でも最近はそれがどんどん規制されていてですね、なんかどんどん延長していくということになっております。はい、ということで今回のゲストは小室と大和さんでした。徹子の部屋第76回、ありがとうございました。どうもホモサピです。ホモサピアン、今日は黒柳徹子の部屋にやってきました。どうもこんばんは、黒柳徹子です。おーす、こんにちは、ホモサピです。クラゲとか食べてます。どうもこんばんは、クラナギテツコです。私好きな食べ物はですね、あのサーロインステーキなんですけども、なんでサーロインステーキが好きかと言いますと、あのですね、どんだけ焼いてもですね、サーロインステーキっていうのはあまり硬くならないんですね。脂身がですね、結構多くてですね、赤身を基本としていないっていうのがあってですね、めちゃくちゃ食べる。クラゲのステーキとかめちゃくちゃ食べてる。クラゲのステーキね、いいですね。で、私も昔食べたんですけれども、まあ、そういう時もありましたよね。まあ、クラゲっていうのは、あまりなんかそういう風にですね、行けなくなってですね。まあ、何より美味しいのはサーロインステーキなんですよね。サーロインステーキをバターで焼く。バターで焼くっていうのが意外と美味しいんですよね。あの、サラダ油もいいんですけども、もう有塩のバター。有塩のバターであのサーロインステーキを焼いてみること。私はね、あの、ウェルダンが好きなんですけれども、はい、ということでですね、今回のゲストは、黒柳徹子の部屋82回ゲストはホモサピンさんでした。ありがとうございました。あのパグの話をしていたんですけどね、あのパグの、あのたくさんパグをね、バスローブに帰ってる、ね、あら、いいですよね、パグって可愛いですからね。あの私、黒柳徹子もですよね、あのパグを飼っていた時期がありましてですね、あの2歳で死んでしまいました。あのですね、原因がですね、あのドッグフードを上げすぎちゃったんですね。ドッグフードを上げすぎちゃうと、なんでか死んないんですけど、死んでしまうんですね。どこに行ってるんですかね、その肺を吸い込んで、あの咳込んでしまったんですけども。でですね、咳はですね、あのパグではなくてですね、チューブに色を買ってみたんですね。で、チューブと似てる色で、ね、あのチューブが出てきてですね、あの赤い服を着せてみたんです。チワワに赤い服を着てみたとですね、あのなんと似てたんですね。私が好きな食べ物のサーロインステーキ、でサーロインステーキにすごく似ていてですね、サーロインステーキは出て、私が好きなのがすごいとウェルダンですね。そのサーロインステーキですね。危ないな。勝ったな。ドローか。ドローか。ドローか、これは。聞こえたんや、でも。聞こえたかな。うん。この前
キンバを入れましてね、全部キンバにしてしまおうと思いまして、自分の資産価値が全部上がった方がいいっていう話をね、アメリカ人の方がたくさん言っていたので、そうなんですね。私黒柳徹子ですね、実は12歳の頃にですねこけてしまいまして、前歯を2本折ってしまったんですね。でそこでですね、刺し歯っていうのを2本とも入れたんですけれども、そしたらですね、当時のお歯医者さん、お歯医者さんがですね、徹子さん、ですね、今度は私黒柳徹子ではなくて白川みどりというんですけれども、私黒柳徹子ではなくて本名実は白川みどりというんですけれども、ですね、日本とも前ほど勉強してましたけれども、説明に行かれたんですけれども、これ実はですね、なんかどんどんと入れ歯の本名の黒柳徹子という話になっておりますけれども、ハノちゃんは黒柳徹子のこと好き？ハノちゃんは黒柳徹子のこと、めっちゃ好き。だって雨くれるか。黒柳徹子さん、部屋呼んでください。はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、徹子の部屋第100回。今回はですね、特別ゲストが来てくださっております。女優のあのちゃんでございます。よろしくお願いします。こんにちは、ハノです。ハノちゃんなんですか？あなたと思ってたんですけど、ハノちゃんということでよろしいでしょうか？ハノちゃんではないんですね。ティーボンステーキが好きな、ティーボンステーキが好きなんですね。私はですね、ティーボンステーキというよりかはですね、ステーキで言うとですね、サーロインステーキが好きですね。まあ、サーロインステーキって言っても、その中でもバターで焼いたサーロインステーキをウェルダンでいただくのが結構好きとなっております。というのもですね、私ですね、12歳の時に前歯を2本こけた時に折ってしまってですね、その時にですね、お歯医者の先生にですね、全ての歯を刺し歯にした方がいいというですね、斬新な提案をされましてですね、その時にですね、全ての歯が刺し歯になってしまったんですね。それ以来ですね、歯磨きというものを一度もしておりません。マウスウォッシュのみ、マウスウォッシュのみでですね、私70年間生きてきております。だから虫歯とかいう概念がないんですね。全て刺し歯ですから、セラミックなんですね。だから虫歯菌というものがですね、発生しないんですよ。ハノちゃん全部虫歯、ハノちゃんは全部虫歯なんですか？何食べてるの、あなた？私は寿司食べてるの、あなた。寿司だけじゃないです。寿司な。寿司な食べてる。寿司なさん食べてるの、あなた。夜に食べちゃってるの、寿司なさん。おどねんの。いっぱい食べてるの、おいしいの。ダメでしょ、そんなの。そんなダメでしょ、いっぱい食べちゃダメでしょ。お寿司食べちゃいっぱい食べでしょ。お寿司なさん食べてるの。私はですね、お寿司の中でも好きな具がありましてですね、トロが好きなんですね。トロって言ってもですね、大トロでもなく、ビントロでもなく、中トロが好きなんですね。というのもですね、何と似ているかっていうと、お肉でいうところのサーロインステーキと似てるんですね。中トロというのは。まあ、脂身がですね、多すぎず少なすぎるということでですね、サーロインステーキと中トロを私的には脂の量が。わかりました。さあ、ちょっと、振ってみましょうか。最近、あのちゃんが曲をリリースされたということでですね、それの PR を今回はしに来てくださったんですよね。ハノちゃんのデビューシングル For I Me を For I Me For I Me っていうタイトルの曲を出したんですね。 For I Me ということですね、はい。じゃあちょっと聞いてみましょうかね。一緒に歌ってみてくださいよ。 For I Me、 ソシナ大好き。 For I Me、 ソシナ大好き。ソシナ大好き、フォーアイニーということでですね、私も大好きなものがありましてですね、最近ハマっているもの、これがですね、FX トレーディングなんですね。FX トレーディングっていうのはですね、意外と元金さえあれば。あのちゃん練り消し、いつも噛んでるよ。あのちゃんは練り消しを噛んでらっしゃるんですか？あのちゃん、噛んじゃダメなんじゃないの、練り消しは。練り消しと。ガムよりいいでしょ。ガムの方がいいでしょうね。はい、ということでですね、第100回、徹子の部屋特別ゲスト会でした。ゲストはですね、ハノさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。終わるか。喋ったな。怒られるマジで。ああ疲れた。田村海の母来た。田村海の母です。終電は大丈夫ですか？早く家に帰ってきてください。やばい。いやマジでそうだ。来てる。じゃあ終わります。お母さんが来た。私を唯一縛っているもの、家が来たので終わります。さよなら。皆さんありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとうな。じゃあね。皆さんどうもありがとうございました。クライラギテツコの部屋第1回は配信会でした。ありがとうございました。福山はカレーばっか食べてる。ありがとうございました。ランチ閉めて。
やるな。エモい。ありがとうございました。ありがとうございました。